マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは高崎線の宮原駅でございます。宮原駅といえばですね、パークシティ埼玉北なんですが、本日はですね12月4日グランドオープンしましたイオンモールアゲオへ向かいます。パークシティ埼玉北の記事もですね、こちらの動画の概要欄に貼っておきますので、合わせてご覧いただければ幸いです。とてもいいマンションでございますよ。イオンモールアゲオなんですけども、最寄り駅から歩くってのは結構ですね現実的ではございません。アゲオ駅もしくは宮原駅から路線バスがですね一番近しいでございます。イオンモールアゲオの開業に伴い周辺道路の渋滞が予想されますと看板が出ております。今回ですねイオンモールアゲオ車での来場者がメインターゲットでございます。本日は公共交通機関で物件調査しておりますので、私はバスで向かいます。宮原駅のロータリーではなくて、宮原駅から旧中山道に出まして、すぐのところにございます宮原駅入り口停留所から大宮51、O51 ですね、乗車します。アゲオ駅東口行きでございまして、日中でも毎日6本10分間隔で運行しております。なお土休日はですね、宇都宮線側からも無料のシャトルバスが出るようでございます。今イオンモールアゲオ側から来たバスが大宮駅東口行きですね。大宮駅の東口と上尾駅の東口を結ぶこちらの O51 がイオンモール上尾を通ります。停留所名もイオンモール上尾に変わってますね。はい、上尾駅東口行き到着です。はい、イオンモール上尾到着でございます。時刻表上だと乗車時間9分なんですけども、平日なんですがやはり渋滞してましたね。なので15分かかりました。車がたくさん止まっております。奥までありますからね、めちゃくちゃ広いでございます。平面駐車場も多いですね。店舗部分はですね1階と2階でございます。アゲオマルシェ、日常の買い物がイオン部分以外にも精肉店とか青果店とかが別で入ってるんですね。通常のイオンスタイルで買い物することもできますけども、このマルシェで日常の買い物をすることもできます。レストラン街の名前、アゲオダイニングでございます。スタバもあります。面白いですね、ペットショップがあって、本屋さんがあって、車屋さんがあります。この3店舗はですね隔てがございません、一体型になっております。アゲオダイニングとは別に一般的なフードコートもございます。そしてそして私大好きモーリーファンタジーもございます。もちのロンプリパラプリちゃんもございます。私はやってないんですけども、アイカツももちろんございます。ガチャガチャコーナーもありますよ。腹が減ってはなんとやら、はい、薄皮餃子定食、餃子15個、そしてライス大盛りでございます。それではいただきます。はい、うまうまでございました。こういった形でクリニックも入ってますね。なんか面白いのがありますのでやってみましょう。はい、今歩きました。確認。
測定結果を確認します。あ、和音で確認する感じですね。先ほどですね和音をタッチしました。マジでマジで、うわー、これはどうすればよろしいでしょうかね。私35歳ですが47歳と出ました。これはまずいですね。歩行年齢は年齢通りぐらいですね。バランスがないんですね。いやー、これ改善しなきゃですね。あ、なるほど、これ近くに住んでると改善して都度やればいいんですもんね。それで結果がこうやって確認できますもんね。こういう感じでおすすめのストレッチが出るので、これを実際にやって、でまた数日して来てやればいいんですもんね。いいっすね。基本的な歩行姿勢のポイントも出てますね。こういう基本が守れてないんでしょうね。開始時にワンオンをタッチするんですけども、こちらワンオンにその情報が記録されていくので、これ多分2回3回やっていくと過去のも見れるのかもしれないですね。私はいいようですね。紹介されました。しっかり腕を振って歩きましょうということですね。 B もですね紹介されました。体の軸がブレてないかって書いてますが、ブレてるんでしょうね。これ面白いですね。家の近くにあったらどんどん健康になってきますよね。さすがアゲオヒストリーなんてのもありますよ。いいですね。埼玉愛感じますね。イオン、こういうのうまいですよね。ニューシャトルですよ。ニューシャトル、ニューシャトルへの就職も考えたんですけどね。私の時はですねニューシャトル採用なかったんですよね。こちら郊外型店舗らしい取り組みなんですけども、イオンネットスーパーのピックアップコーナーというのがございます。こちらのピックアップコーナーは車で来てすぐ近くにあるロッカーから自分で商品を取り出します。そのため完全非対面ということになります。でピックアップ、専用の駐車場もですねしっかりと完備されております。まあ、車で来たならそのまま店内入って買い物っていう方がまあまあ普通の流れだとは思うんですけども、まあ事前に商品頼んでおくことで時間ロスもないですからね。何買うか決まってる時なんかはいいのではないでしょうか。素敵なクリスマスツリーもございます。こちらフリマアプリの利用をサポートするパパッとステーションでございます。こちらで宅急便を送れたりですね、梱包材次第のですね販売もしております。受け取った品物の試着だったり、こちらからですね返品発送ですね。で手荷物一時お預かりと、これ面白いですね。あ、せっかくでございますから10万石まんじゅうを買って帰りたいと思います。はい、お宮を買いました。楽しいですね。あの健康のやつもいいですね。買い物に来て楽しみつつ健康管理もできるっていうところで、さすがイオンでございますね。平日ということもあってかそこまでみつみつしてなかったですね。混雑避けたい方で休み取れるのであれば平日おすすめでございます。当面の間は同休日は結構混みそうですね。ということでイオンモールアゲオ行ってみたでございました。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。マンションの紹介はどうしたと言われそうですが、安心してください。別途ですねアゲオ駅周辺の新築マンションの記事動画をアップいたします。それでは一旦失礼いたします。貴重なお時間ありがとうございました。